ゆうまのパニックハウスチャンネル、それぞれ。はい、始まりました。皆さん、どうもどうも、ゆうまでございます。このね、ちょっと今サムネを見て、皆さんクリックしていただいているかと思うんですが、まあ、タイトルの通り、ほんと先ほどね、今こうアップした時間が、先ほど終わったばっかりだと思うんですけども、TBS の地上波、有吉さんの有吉ジャポン2ジロジロ有吉の方に先ほど出演させていただきましてですね、ご覧いただきましたでしょうか。今日はさっきのオンエアを見ていただいてない方にもちょっとこういろいろと伝わるように、また YouTube でね、いろいろ話していけたらなと。まあ、裏話と言いますか。そんな変なこと言いませんよ。もちろん。もう感謝、感謝でございまして、ちょっとお話できたらなと思っているんですけれども、まあ、私は初めての方も今日ね、ご覧いただいているかと思います。私はですね、新宿2丁目でパニックハウスという、ゲーバーをやっておりまして、このような YouTube とか、あとまあ、今日のね、オンエアの、地上波のテレビとか、まあ、ラジオなんかでもお話をさせていただいております。ゆうまと申します。ホリプロコムというところにも席を貸していただきまして、いろいろな活動をさせていただいてるんですけども、まあ、おしゃべりのお仕事が、まあ、司会とか、レポーターとか結構多いんですが、まあ、たまにこの番組スタジオに呼ばれてですね、今の二丁目事情とか、ゲーバー事情なんかについてお話をしてくださいっていう機会がありましてですね、今回も、ジロジロ有吉さんの方でですね、まあ、この番組、私も大好きでよく見てるんですけども、有吉さんのツッコミと、あと、この、ね、サンデージャポンが、爆笑さんでやってて、有吉さんはこの、有吉ジャポンっていうので、ちょっとこう、アングラなじゃないけど、ツッコむじゃないですか。ね、昔やったら、最近もありましたけど、歌舞伎町のヒゲガールさんとか、ニューハウさんのね、ショーパブに潜入してずっと追っかけたりとか、なんかみんなが知りたいけど、なかなかこう知らへんとこまでこうテレビカメラが入ってくれるっていう、すごくこうワクワクドキドキする番組で、今回まあいろんなつながりで、まあプロデューサーさん、本当ありがとうございます。オファーが来ましてですね、もうぜひとも、今回はミックスバー特集をちょっとやりたいと、2丁目のね、まあ、ミックスバーというのは、まあ、ゲイタウン2丁目のゲイバーという中で、うちらゲイしか入れないお店もあるんですよ。けども、男女の人たち、あとレズビアンの人たちとかが、みんな何でもいい。何でもいいから、セクシャリティ全然ウェルカムだよっていうお店をミックスバーと、ミックスされてるバーだからって言うんですけども、そのミックスバーを今現状どんな形で、まあ、コロナもありましたし、今どんな形でこう動いて人の賑わいとか、どのようなものが2丁目のミックスバーで流行ってるかっていうのを生の声を聞かせてほしいっていうので、スタジオに行っていろいろとお話をさせていただきました。まあ、前半はですね、まあ私中、まあ、前半というか中盤ぐらいから出演させていただいたんですけども、収録も前半は2丁目の先輩のムーミンさんというね、沖縄宮古島出身の方なんですけども、その方が久々にこう東京に戻ってきて、いろいろ二丁目の街をロケして回るという面白い V 見ていただきましたか。先ほど見てない方はぜひとも TVer でご覧いただけたらなと思いますけども、パラビなんかでもご覧いただけますんで、 TBS ですからね。本当なんか私もその V をムーミンさんの見てなかったから、ここからまあ裏話じゃないけど、そのスタジオの収録の時のね、いらんこと言いませんからね、皆さんね、業界の人ちゃんとお伝えしますんで、私もこう自分の出番までスタジオで待ってて、もう収録を始まってて、その日のゲストさんが、まあ有吉さんもちろん、あとアナウンサーさんと、あと藤田ニコルさん、モデルのね、もう顔こんなんでした。もうびっくりした。もう前室でご挨拶もさせていただいたんですけども、ニコルンですって言って、かわいかった。もうユーマさんですって、ユーマさんなんですって言いたくなるような可愛かったです。あと丸山礼さん、私今もうね、丸山さんがやってらっしゃる NHK のドラマが大好きなんですよ。サバサバしてる、もうあれ見てるから、うわー、僕初めてだったんですけど、丸山さんだと思って興奮しました。やっぱりその変な意味で興奮したの、今人気者だから素敵だなと思って、可愛かったです、お二人とも。そしてなすなかにしさん、お兄さんたちはね、何度か番組でご一緒させていただいておりまして、久々に共演させていただきました。ご挨拶もさせていただいて、でまあ
その収録始まった時に、その先ほど言ったムーミンさんの VTR がまず流れまして、わー元気やね、ムーミンさんって、マリアッシュジャポン常連さんでね、昔から有吉さんによくいじられてるムーミンさんなんですけども、まあ、ムーミンさんがお勤めになってる2丁目のバーも、コンシェルジュさんっていうお店なんですけど、ミックスバーなんですよね。ほんといろんな方がいらっしゃって、もともとヒデローさんがママやってらっしゃったママ、あのお店なんですけども、まあ、そちらの V から始まって、私のその出番が来るまでずっとモニターで裏で見てて、うわーすごい盛り上げるやんムーミンさんやっぱりと思ってさ、ロケでねうまいことやるし、ちょっとまあモザイクも入ってますけど、おっぱいもバーン出すしやっぱ人の絡みも面白いし、なんか喜怒哀楽の出し方がほんと上手やなって、ほんでモニターで見ててさ、うわーこれみんなスタジオのタレントさんも受けてるし、この後どういう展開でトークやなしていくんやなっていろいろこう考えてたんですよ。けどまあ一応台本もちろん、その流れがございますから、まあ出るね、情報、まあパッとモニターの中に出る、画面に出る情報についていろいろお話もしていくんですけど、で、ムーミンさんのコーナーが終わって、私が、まあ今現状生の声を聞きたいというので、新宿2丁目のミックスバー、まあ私もやってるのもミックスバーですから、パニックハウスのユーマさんですっていうので出たんです。で、まあミックスバーとはっていうところの説明から最新ニュースをいろいろ説明させていただきまして、いや、まずね、ホニャララナイトに大行列っていう、まあ、テロップが出まして、そのまあ、台本通りこう、いろいろと話していくわけなんですけど、まさかこのイベントをクローズアップしてくれると思わなくて、さすが、有吉ジャポンさんだなと思いました。今ほんとね、もう10年になるんですけど、このイベントは、2丁目で大人気でございまして、なんだと思いますか？もうね、オンエア見られてる方わかりますけども、ノーパンスウェットナイトなんですよ。もうね、スウェットっていうのはやっぱりちょっとこのうちらのね、ステッキがこう分かりやすい形がね、そこをパンツで押さえるんじゃなしにノーパンだと余計にこうもっこりちゃうじゃないですか。で、入場するときノーパンですよってこう見せるんですよ。まあね、オンエアでも言いましたけども、まさかここを作るんだなって思って、すっごく大人気イベントで、まあ一応ゲイクラブで行われてるんですけど、もうゲイバーズワーあと第一、もうその何ゲイクラブを取り巻くぐらいの大行列になって、入るまでにね、いやーこれはもうまた流行るんじゃないかなと、オンエアねこの後ね思いました。次のイベントがまた人がいっぱい来られて、この番組見て楽しみだなと思いましたね。あとアスパラベーコンナイト、大きい人ベーコンだったり、あとアスパラ細い人のそういうマッチングイベント、あと地上丈ナイト、ちょっとエッチな地上丈で、みんな参加するホットパンツみたいなの入ってやるナイト、出会い系のなんかもあると。あとまあ安室奈美恵さんのナイトとか、まあ歌姫ユーミンさんとか浜崎あゆみさんとかをクローズアップした一日、その曲をガーッと流して踊り来るゲイナイトなんかもご紹介させていただきましてですね、その後この今本当に2丁目に増えてきたコンカフェ、コンセプトカフェについても取り上げていただいたんですよ。すごく最先端のことをやっぱクローズアップしてくれるなと思いました。2丁目で、まあこれちょっとオンエアで載ってなかった話なんですけど、2丁目で1個に大きいゲイクラブがあったんです。そこが最近ね、まあクローズになって何になるのかなって思ってたら、この前を通ったら大々的にコンカフェって書いてました。まあ、コンセプトカフェね。何かのコンセプトに合わせたカフェ。まあ、このジェロジェロ有吉さんでクローズアップさせていただいたのは、メンズ、あるメンズコンカフェっていうのだったんですけども、まあ、バニーの格好、バニーガールじゃないけど、そのバニーボーイの格好をして、接客をする。そんでちょっとエッチ、セクシーな格好をしながら、取材も、私はカメラ入らなかったら、私もちょっとこう事前にね、お店もお邪魔させていただいて、どのようなものかなって見ておこうと思って行ったんですけども、可愛い若い芸の子たちがね、まあ、のんけさんも働いてるみたいなんですけど、セクシーな衣装で、で、うまいトークと、いろいろと盛り上げていただけるんですけど、なんかこう話聞いてると、働かれてる方はこう BL のイベントを、若いとかこう BL 好きな女の子たちが集まるイベントにこうお芝居とか演技されたりとかして、そこでも活躍してる人たちがお店でも働いているというので、これは今までなかったんですよね。なんか2丁目自体に街にゲイバーに来たいっていう人たちが街に入ってくるのはあったんですけど、
やっぱ一人一人のマンパワーというか、今は SNS 使って人気者になった人たちが個々のファンを街に取り入れると、本当自分のカラーキャラを生かしたコンセプトカフェが本当に流行ってきているっていうのを取り上げていただいて、これ面白い情報だなと思いました。あとですね、最後に一緒2丁目の、まあ、住人、私たち芸の人50人に聞いた一晩過ごしたい芸人ランキング、これも面白かったですね。見ていただいた方もうね、結果してますけど、まだの方ぜひとも TVer で見てください。いろいろご覧ください。1位誰だと思いますか？楽しみ。もう言っちゃっていいか、 YouTube やから。1位はね、 EXIT の金田千穂さんね。あと3位にかまいたち濱家さん、ごめん、濱家さん。あとパンさん、向井さんね。あと4位東京ホテイソン翔吾さん、ジャルジャル後藤くん。あと5位にジャンポケ太田さん、インディアンス田淵さん、ラニーノーズ須崎さんなんて入ってましたけども、2位は誰だと思います？ここ伏せてたんですよね。誰だと思います？うん、かまいたち濱家さん、間違えてごめんね、濱家さんだからね。2位誰だと思いますか？2位はですね、なんと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 、誰だと思いますか？アインシュタインの河合さんでございます。イケメンだよ。僕も大好き。この河合やね、刃みたいなのも可愛いよね。まあ、ちなみに私は、フライトで言おうかなと思ってたのは、個人的には、雷の匠くんです。一番、僕はね、大好きでございます。そして、調べた結果、このようになりました。中に、なすなかさんも聞いたというので、50人中どっちかって言ったら、中西さんが3人、那須さんが47人という結果になったという。それで締めくくり、最後感想言ってという感じだったんですけども、ご覧いただいた方、いかがだったでしょうか。やっぱり私はスタジオとか、僕はやっぱカメラが大好きだなと思って、楽しかったですね、本当に。はい、ということでございまして、よかったらまだまだ TVer でもご覧いただけますので、ご覧いただけたらなと思います。改めまして、有吉ジャポン2、ジロジロ有吉さん取り上げていただきまして、ありがとうございます。また何かありましたら、2丁目の情報をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。よかったら、いいねボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。以上、ゆうまがお届けしました。またね、バイバーイ。